錦鯉の長谷川正則です。占い師の大石です。お願いします。さあ本日は、旬な人占いでございます。はい、今旬な人って言ったら長谷川さんでしょう。いやいやいや、僕じゃないですよ。錦鯉の長谷川といえばね、知らない人以外みんな知ってるよ。いやいや、それはそうですよ。知らない人以外は僕じゃないです。はい、旬な人はですね、はい、この方でございます。ラバン、はい、今ですね、一番視聴率を持っていると言われている方でございます。比嘉隆二さん、みんなご存知ですよね。いや、これではちょっとね、ピンと来ないと思いますけれども、本名比嘉隆二、はい、ね、人気があるのはリューチェル。リューチェルですね。あのリューチェルですね。はい、はい、リューチェルと聞いたらね、皆さんお分かりだと思います。はい、彼です。はい、彼こういう男らしい本名なんですね。いや、僕は初めて知りました。そうなんです。こんな硬い感じのね、あのこの名前やっぱりリュウからね、リュウちゃん来てるんだろうし、はい、あと比嘉っていう名字はあの多分沖縄の方でしょうね、きっとね。なるほど、沖縄に多い名字だと思うんですけれども、はい、なんでもね、今一番本当視聴率を持ってるとみたいですね。テレビよく出ていらっしゃいますから。うん、はい、なんか冠も持ってるんでしょ、多分番組も。なんですかね、確かね、リュウちゃんとかとかみたいなのね。ほうほうほう。はい、ということで、まあ、この方の分析と。そうですね、どういった一体ね、どういう方なのかと。うん、そうですね、うん、まあ、下に今日いつもちょっとと違う感じで書いたんですが、まあ、生まれた年月日とまた並べてみました。はい、彼って1995年生まれで、うん、だから今年21。いや、この若さであんだけテレビ出て人気者ですよ。そうですよね。今日ほら9月25ですから、あと4日後が確かお誕生日ですよね。9月の29日生まれであると。で、それで21、はい、若いよね。若くして成功してますよね。いや、すごい。うん、でね、持ってる星が、はい、まあ、1995年生まれて井戸氏なんですけども、井戸氏のさらに井の日に生まれてるとかっていう形でですね、まあ、あの十二支ダブって持ってたりするわけですよ。はい、と、まあ、エネルギーの強い生まれの人 で、強いからいいかっていうとそうじゃなくて、強かったらそれをこ うまく発散してバランス取らないといけないんですよね。はい、で、彼の場合ってこの、まあ、オツオツってまた二文字ありますけど、これがその強いエネルギーの発散のね、なんていうか安全弁みたいになっていて、うん、だからあのやっぱり人前で表現するお仕事であるとかですね、はい、まあ、目立つような仕事っていうのは確かに向いてるんですよ。で、昨年が、昨年ぐらいから多分出てきた方かなというふうに思うんですが、はい、あの、まあ、出てきたっていうのは売れるようになったと。でね、昨年またこのオツだったんですよ。うん、だからこれが回ってきた時にますますその自分が露出できるようになったというような運の強さをもちろん持ってるわけなんですよね。はい、で、ただこの星っていうのは自分がそのパフォーマンス的に何かを表現するとか人目につくことももちろんだけれども、うん、ね、作り出すというそのクリエイティブな才能としても現れる星なんですね。で、これは、人気運そのものはもちろんまだまだね、はい、あの下火にならないけど、来年ぐらいに、はい、再来年か、もう1年先ぐらいにね、彼は結構思い切った転身をするんじゃないかなという気がします。要するに自分がタレントとしてやるということじゃなくって、はい、彼デザインとかなんかアパレル系とかもやるんじゃなかったでしたっけ。いや、なんか僕も詳しくわかんないですけど、でもそれに興味あるっていうお話は聞いたことありますね。確かね、そうだ、ブランドとか立ち上げるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。あ、なるほどね。まあ、あのもしそれを計画的にやってるとすれば、すごく着実な人生設計ですよね。まず人気出しと、はいはいはい、自分の名前のブランドを作って、うん、絶対売れますよ。あとは安定成長でみたいな感じになるわけだから、うん、まあ、うん、なかなか良い人生だと思いますね。じゃあ勢いはまだまだ、まだまだ続くと思います。なるほど、はい、羨ましい限りです。本当ですね。はい、井戸氏としては、はい、同じ井戸氏としては、はい、分かりました。はい、またリューチェルが出たら、うん、あとはおまた明日、明日、はい、明日も見てください。